い、どうも、くらでございます。そんなわけで、王と外角に来ました。王とローディーンの中ですね、今からね。やっと来ましたね。まあ、そんなわけで、行ってみましょうか、早速ね。お城はね、やっぱなんかテンション上がりますよね。さあ、来た。おー。まあ、なんか、裏から来たんかな。魔力油をいただいて。いやーすごいな。あー、まだなんかあれはなさそうですね。祝福はなさそう。はい、鍵読みの指薬をいただいた。はあ、ちゃんとなんかね、作ってますね、このタペストリーというか。あー、いやーいいよ。あー、すごい。黄金樹がでかい。なんか開けた場所に来そうだけど。いや、開けてるというか、あれか。あ、なんか、話しかけれるとかではないのか。まあ、一応ロックオンはかけれるんだけど、メッセージ読む。まずはしずけさ。ね、しずけさだとね。まあ攻撃してこないならね。ああ、祝福がありまして、はい、行こうか。うん、オートローデール。おお、はあ、圧倒的な。じゃあまずはこの小部屋、開かないフロムソフトシステム。おー、これ下行けるんかな。ねえ、行けるようになるんかな、この街。これは何の人。可愛い人は。あ、でも一応なんかロックオンはかけれるんだよな。はっ、やべ、攻撃してくるタイプ。もう一応、あー、でも倒せるやつは倒したら良さそうって感じですね。何してんのこんなとこで。めっちゃいる。なんか強そうな雪だるまがいる。うん、まあ、ゴリ押しでいけば良さそうですね。はい、アイテムを拾う。黄金のルーン10。ありがとうございます。ここは、下は何もないと。なんか下になんかあるの。ね、なんかいるね。おお。いや、これ結構見るの大変そう。広すぎて。は、やべ。ちょっと待って、何あれ。あ、いった。なんか伝統的な火の感じじゃないのか。結構来るのね。あー、まあまあ下にも行けそうだけど。あ、いや、これ貫通すんのか、なかなかですね。じゃあまあまあこっちおびき寄せといて左に行くって感じが良さそうですね。さあ来た。なんか地名になったな。はい、黄金のルーン7。はい、入ってきて。ああ、すごい。なんか研究してたんかな。まあ、超光瓶ね、このエルデンリングの超光子みたいな超光瓶が飾られてるんで、まあ、植物のなんか調光してたんかな。あー、うん、こんなとこだった。遺体を恐る洞窟ゴケ。はい、ありがとうございます。
あ、エレベーターっすね。まあ、一旦行こうか。下に行くんですね。あー、調光者いるな。あー、で、上にも行けると。ガンガン進んでるけど、大丈夫？腐敗の苔、これ、これよ。これ、スカーレットね。スカーレットをね、治す薬がね、まだクラフトできなくて、どこにあるんかな？なんかすげえ音楽が聞こえる。ああ、この人が鳴らしてるんか。フルート、おしゃれな人だな。この先ターゲット固定に注意しろと。了解。うわ、ほんとお城みたいだな。あ、ただ、まあ倒しといたら良さそうって感じかな。なんかあるね。ミランダパウダー。あとは何もなさそうかな。なんかガンガンほんと言ってるけど、やべこれやり？あ、いえいえ。なんか落とした。はい。ローデイル騎士の主公だって。この人の鎧か。なんで回復して。お、なんか、咲いてる。さすがにいけんか。ああ。まあ、一旦じゃあ左に行ってみるか。ここは？やべやべ。わあ、調光師ね、結構強いんだよな。じゃあちょっとファンネルにしといて一気に行きますかね。あぶね。ねえ、こんな感じで結構強い。おい、危ない。残りがやばい。はい、ぬくもり石。これは。まずは商人。ね、ここに商人がいればいいね。で、アイテムがあった。黄金のルーン10。回復称号。あー、さっきのとこっすね、これね。はい、じゃあ、こっちに行ってないんだよ。こっち行こうか。迷うな、これ。ああ、で、ちょっと中庭みたいな感じか。フルートの人。迷わずやるやつ。はい。で、アイテムがあった。うん。期待値の6。6がね、結構今必要。武器の強化でね。ここは。あー、もう降りてはいけそうっすね。うわー、すげえ。ここから降りてみようか。はい。うわー、ほんとなんかお城の中探索してるな。今どこだ。あー、すごい。オートローディール。おー、このまま真っすぐ行けばって感じですね。じゃあまあ一応こっち行こうか。町方面。はい、黄金のルーン。ちょっと一応ファネル出しとこうか。なんか出てきそうだな、この広い感じは。あー、なんか細い。探索心をくすぶられる、この感じは。やべやべっ2回バックスタブでやられないのか。あと君だけだ。何？近い。近いみたいなやつ。あー、で、門があって。開く？あ、開く！うわ。なんかボス。いや、ボスではな、そう。なんかこっちから音がする。あー、そこか。2体か。ちょっとおびき出すか。避けるね。はい。充血。はい。
来たぞ。はい、古木場。あ、間違えた。まあさすがに馬は呼べないか。まあ一旦この右端というか、はい、ワゴンの9、やばい、手配便がなくなってきたな。あー、なかなか嫌な組み合わせだな。 OK、 うん、高麗の星も。まあこれやっぱ正面から行ってたら結構襲われてたんだな。じゃあワンちゃんまだいるな。今どこだ。あ、あー、もうなんかこっち側に来たんですね。一応ファーネルにしとくか。はい、なんかやられてんな結構。どうした、なんか出てくるんか。なんかなんか見たことあるな君。あ、違う。お城の門城かのあれか、ボスだったやつか。やばい、普通にやられる。やべえ、一発がやばい。もうゴリ押しでいこう。危ねえ。おい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 、7割ぐらい減ってたぞ今で。ワンちゃんが佇んでる。はい、超高瓶をいただいた。でまあ端っこに来たって感じかな。まあなんか意外と何もなかったというか、こっちはね。じゃあ上に行こうかね。さあ橋はやばい。うーわ、なんかめっちゃいる。じゃあこっちからか。びっくりした。なるべく食らいたくない。はい、うん、ないかな。祝福。うわー、なんかいる。なんか寝てんな。いや、いったん。ラスト回復。寝てんだよな。ファンネルにしといて攻撃を一回して。これがなかなか強い。眠り油をいただいた。あ、祈りを捧げてるな。信仰の予感だね。あ、でも襲っていきそうなんだよな。ちょっと一応やっとこうか。OK。裏にはあと装飾の探石6をいただいて、さあ回復がもうこれだけですね。霊薬の聖杯瓶だけ。あいつまたいんの、やばい。嘘、どっからよ。どこ、こっから。嘘だろ。うん、ここだったね。じゃあちょっとまたあいつをやらんといかんな。あった、お、私のソウル回収。 OK、 あとはいないか。さあで、あの人だけ呼んで来るね。強いんだよな一発が。あ、いった、これは強い。早いっすね。あ、調香師もいんのか。
これはしんどいぞ、なかなか。え、なんか呼んでない人が。これはいかん。サファンネルにしといて。オッケー、パネル優秀。オッケー、 FP もね回復させながらいかないと。さあ油断せずにパネル。あぶねえ。最低だ。あ、え、なかなかっすね。オッケー、 FP は全開した。さあ、あとは勇者の肉塊、日塊、妖精腸で、ちょっとそろそろないあの祝福。今どこだ。あ、まあ端っこの方に来てますね。左に行けそう。でなんかいそう。ちょ、ロックをかけながら行こうか。何？何何これ。狭い場所に注意しろ。何が？あ、これさっきの下のとこか。じゃあここに行けそうですね。服あります？これ。あ、レバー。ということは、これエレベーターかい？レバーを引く。うん。で、エレベーターだったら下を一応見とこうか。あ、下なんもなさそうっすね。はい。うん！これあれじゃない？転送してきたところじゃない？まさか。あ、違うんかい。転送してきたとこではないですね。ん？炎流院のタリスモンプラスワン。これ何？入れはなさそうだけど、さすがに。こういうの調べる。ん？何？祝福のモーゴットにより封印されてるだって。どういうこと？祝福のモーゴット。っていう、なんか、アイテムがいるんかな。あー、じゃあまだ、この時じゃないのか。チラッと見るか、下。あー、なんだ、壁だった。あー、じゃあ、まあ、戻る？うん。まあ、戻るというか、もう、これは、今の封印のとこだけって感じっすね。そんなわけで、まあ一応ね、まあちょっとぐるっと見てきましたけども、長いっすねおそらくね、この感じはね。なんで、まあ次の祝福行ったらちょっと一旦終わりましょうかね。なかなか、なかなかよ。あ、やべやべ、嘘だろ気のことになってうわ、ここで、ね、あと一発？ああ、いた。ああ、ちょっと、レイヤー使っとこう。あ、この人は、ん？何？王のルーンだって。王のルーンって何？インベントリー。これか。使用により絶大なルーンを得るだって。使ってみる。待って、今、どんぐらい持ってる？ 7 万ですね、今ね。うわ、すげえ、5万もらった。これやられるわけにはいかんな。ちょっと祝福ないかな。ちょっと横道はやめようか、一旦。祝福ない？ちょっとチラッと見て。
あたたたたた、よかった、あぶねー、はい、祝福で休んで、え、びくしょ、何、My utmost thanks for bringing me to the base of the Erd Tree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent, and the power to turn runes into strength. Here, with you, I wish you luck.In realizing your ambition, you have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. え、行くの？寂しいな。一緒にやってきたのにな。別にいいじゃないですか。一緒にいましょうよ。レベルアップして。わあ、これ下に行ったら。こっちに行ったらどうなるんだろう。まあ、オートローデイルは、あれか。ちょっとこっちに行ってみるか。まあまあ、でもちょっと長いな。いつも長い。長くね、だいぶカットはしてるんですけど、やっぱエルデンリングはそれだけね、すごいんですよ。まあ、一旦ね、このローデイルの、ね、オートローデイルの中には入ってきたんですけども、あ、まあそんな感じで、一旦祝福もあったので、ここで一旦区切りたいと思います。はい、ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。